大阪市道路原表、梅田新道交差点の北西の歩道にあるモニュメント、曽根崎2は、大阪府大阪市を東西に走る、幹線道路の通称。大阪市が定めた、愛称道路47路線には含まれないが、大阪北を横断する、幹線道路として通称名の標識が設置されている。区間は、福島区の野田阪神前交差点から、 宮古島区の東野田町交差点までの約 4.8km で北区の梅田新道交差点伊勢が国道2号、伊藤が国道1号のそれぞれ一部区間にあたる。2006年には大川に架か,かる桜宮橋も拡幅されて全線福井に4 0メートルとなっている。東天満東交差点伊勢の地下を JR 東西線福島西通交差点。 出入京交差点間の地下を、阪神本線、梅田新道交差点東天間交差点間の地下を、大阪メトロ谷町線が並走する。大阪南を横断する千日前通りと同様に、客待ちタクシーに禁因する渋滞が問題になっており、桜橋交差点梅田新道交差点間は22時から1時まで、タクシーの中停車が禁止されている。 1909年に発生した北の大火の焼け跡を利用して、1911年に梅田新道交差点東天間交差点間、1912年に福島西通交差点梅田新道交差点間が開通。その後、1926年に福島西通交差点以西、1930年に東天間交差点移動が延伸開通した。 福島4丁目交差点伊東には、大阪市電の西野田福島線、福島曽根崎線、曽根崎天馬橋筋線、天馬今福線も付接されていたが、1969年に廃止された。2005年度。ありがとうございます。